こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはローライのコンパクトフィルムカメラボディですね。非常にスタイリッシュで人気の高いコンパクトなフィルムカメラになっております。ローライ35T というですねモデルのカメラになっております。はい、ローライフレックス T の T はですね、この搭載されているレンズがテッサーというですね、名レンズですけれども、こちらが搭載されている頭文字を取ってローライフレックス35ローライフレックスじゃないですね、ローライ 35T というふうに、名付けられているわけですね。ご覧の通り非常におしゃれな感じでコンパクトで、使い方も簡単ですので女性にも非常に人気の高いモデルですね。人気の高いブラックモデルですね。シルバーもいいんですけど、こちらのブラックもですね人気がありますね。でもって今回はですね、非常に備品の、はい、個体となっておりますので、ぜひお早めにチェックしていただけたらと思いますね。大体ですね、こうすごくコンパクトなんで、ポケットに入れて持ち運ぶことが多いんですけども、取り出す時にポロって落っことしてしまって、こういう角っこをですね当たってこうへこんでしまっている個体が結構あるんですけれども、この個体は全くこの当たりが見られずにですね、綺麗な状態を保っている個体ですね。はい、ご覧いただいている通りです。目につくすれとか当たりとかぶつけた跡など見られないですね。こういう角つぶれとか、こういうペイントロスすれとか見られないですよね。非常に綺麗な感じです。もちろんこのハンドストラップもついてますね。このポケットから取り出すときにですね、こうしっかり手首にこうストラップを通していただいて、引き出し引っ張り出していただければですね、落下防止できますので、ぜひ活用してくださいね。はい、外観につきましては、この動画と画像もたくさん掲載してますので、ぜひ参照してください。客観的に見てくださいね。あとはファインダーもすごく綺麗ですね。曇りカビとかホコリチリなどの混入もなく、すっきりと見えておりますね。はい、フロントから見ても綺麗です。でもってレンズももちろん綺麗ですね。やっぱりこのテッサーというレンズが非常に映りのいい、評価の高いレンズですね。テッサー、これは 40mm ですね。これ 40mm という画角もなかなかですね、新鮮でいい画角ですね。こう目につく擦り傷とか、引っかき傷などもなく、コーティングの剥離、摩耗も見られず綺麗ですね。もちろん中玉にも曇りカビとかバルサム切れなど見られないですね。こうライトで透かしてみても大きいホコリとかチリとかありませんし、撮影して画質に影響が出るような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。はい、では軽くですね、使い方をちょっとお話ししますと、こう構えていただいて、この右側のこのダイヤルですね、これが絞りですね。この下のボタンを押しながら操作していただきます。こう絞りが変わりますね。でもって左側のダイヤルがこうシャッタースピードです。はい、だいたい普通の晴れの屋外でしたら絞り4からまあ8ぐらいで、シャッタースピードが30から125ぐらいの間で調節していただければと思いますね。はい、30以下とかにはしない方がいいと思いますね。ちょっとブレちゃうと思いますんでね。はい、できればですよ。はい、でもってこのレンズがですね、撮影するときにはこう引っ張り出す仕組みになっているんですけれども、ポケットにしまうときにはですね、しまうことができます。こうここのボタンですね、ここのボタンを押しながら左に回転させてカチッと言いますんで、そしたらこう押し込んでいただければ収納できますね。はい、そしたらキャップしていただくこともできますね。お、こうですね。はい、で撮影するときには引っ張り出して
右にカチッと言うまでですね、回転させてくださいね。はい、これを忘れないようにしてください。ピントがずれちゃいますんでね。はい、で撮影するときにはピントを合わせていただくんですけれども、このカメラはですね、あのピントが目測になってますね。ファインダーを覗きながらこうピントをこう合わせていただくという仕組みじゃないんですね。はい、だいたいこのフィートとメートルのこのメモリがこう刻印されてますけれども、私たちが馴染みがあるのはこのメートルですね。この下の白い文字ですね。だいたい人物とかですね、あの人を撮影するときにはこの2メートルのところですね。記念写真とか撮るときですね、2メートルに合わせとけばだいたい合いますね。で風景を撮影するときにはこの6メートルですね。はい、この街の中とか、街中とかですね、の風景を撮影するときには6メートルくらいで、だいたいピント合います。で、遠くの山とか海とか撮影するときには、この無限大にしちゃえばいいですね。はい。だいたいこの3つぐらいで、はい。ピントが合うと思っていただければ大丈夫だと思います。はい。で、シャッターボタンがこれですね。シャッターボタン、これですね。はい。で、巻き上げ。とシャッターチャージになっております。でこのカメラ、この露出計がついてるんですね。はい、で先ほどもこう見ていただいた絞りとシャッタースピードをこう使っていただくんですけれども、この穴から光をこう測ってますね。この白いこのうぐま動いてる針が露出計になりますね。で元気に動いてますね。でこの先っぽの丸いオレンジ色の針があるんですけれども、はい、絞りとシャッタースピードを動かすことでこの先っぽの丸い針が動きますね。はい、この露出系の細い白い針にこの絞りとシャッタースピードをこう合わせていただいて、はい、この白い針と丸い針を、丸いオレンジ色の針を重ねてあげることで、はい、適正露出が得られるという仕組みになっているんですね。はい、まあ、使い慣れればこういちいちじっくり見て合わせなくても使えるようになるんですけれども、はい、慣れるまではですね、まあ、ゆっくり撮影していただければと思いますね。はい、シャッターを押して巻き上げ、シャッターを押して巻き上げの繰り返しですね。はい、でですね、フィルムを入れるのはこの底蓋からですね、このレバーをグッと上げてもらって、この全体をですね、この後ろ側の蓋をこうずらすような感じでこう開けていただきます。でパカッとこう開いていただいて、こちら側にフィルムを入れてこっち側に巻き込んでいただくという感じになりますね。はい、使い方に関してはですね、細かく説明したウェブサイトなどもあると思いますので、まあ、ググっていただければですね、使い方を説明しているサイトは結構いろいろ見つかるんじゃないかなと思いますので、参照してみてください。はい、全部取り切ったらこのリバースレバーをこう上げてですね、はい、巻き取っていただくんですね。はい、で電池がここに入ってます。この電池は、露出系用の電池になりますね。はい、今はいこう取り出していただきますと、はい、これ蓋ですね。こんな電池が入ってますね。今回電池も付属しちゃいますので、はい、ぜひ使ってください。はい、これ新しいですんで、しばらく持つと思います。はい、この電池が、なくなっちゃったらですね、はい、この関東カメラさんで販売してます、この MR9 アダプターという、こういうのがありますんでね、これと、こちらコンビニでも手に入る、この、LR44 という、はい、このボタン電池みたいなのがありますんで、この組み合わせで、はい、使っていただけましたら、この電池の代わりになります。はい。これがなくなっちゃったらですね、こっちの組み合わせで使ってみていただければと思います。この MR9 アダプターっていうのは、Amazon とか、ドバシカメラでも手に入ります。はい。ということで、電池付きの、はい、今回は、ローライ3号の T
というカメラになっております。ご覧の通り、はい、非常に備品で動作も完調です。でもって付属品が、先ほどもご覧いただいたこのハンドストラップですね。それとこの純正ですねのキャップが付きます。それとこちらも純正ですね、ローライのこのポーチ、こちらもお付けいたします。はい、この中にですねすっぽり収めてお届けいたします。はい、ということで非常に人気の高いですねローライ35T ですね。このまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の備品の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、整備後のお届けをですね、実施させていただきます。はい、ぜひご利用いただけたらと思います。はい、ということで非常にスタイリッシュ、コンパクトで写りも渋くていい感じのですね、ローライ 35T です。はい、女性にも近年非常に人気ですね。ぜひお早めにチェックしていただけましたらと思います。以上です。